アミハリ温泉は、岩手県岩手郡雫市町にある温泉。本校では併設されている、アミハリ温泉スキー場についても合わせて説明する。源泉は、温泉地から 2km ほど離れた山中に存在する。と和田八幡体国立公園内、岩手山の南麓標高 750m の地に、国民休暇村の休暇村、岩手アミハリ温泉が存在する。周辺には、 キャンプ場も存在する。スキー場の南には、朝営の日帰り入浴施設のアミハリ温泉ありね、山荘が存在する。国民休暇村から山を入った、源泉地付近に、泉女の湯という混浴露天風呂が存在する。清掃協力金を払うことで入浴可能である。開け湯は和道年間とされる。古くは山岳信仰の対象とされた。江戸時代には、 勝手に入浴できないように温泉に網が張られていた。今日の温泉名はこれに由来し、網張り温泉となった。1877年に山中に存在している源泉から現在地まで引沌され、温泉地が開かれた。その後当時場として賑わっていたものの、徐々にさびれていったため、1965年に国民休暇村が誘致された。1886年の 日本公選士参観上によれば、明治9年から13年の平均1年間の利用人数は840人であるとしている。1948年8月15日、通称バカ野郎事件発生。国立公園候補地の調査で現地入りした国立公園審議会の一行は、足が不自由な引用のカゴをトラックに乗せて網張り温泉を目指した。しかし、剣道は、 悪路の連続で身体極まってしまう。じりじりした委員の一人が運転手に馬鹿野郎と怒鳴ったところ、後ろからカゴを担ぐためについてきた青年たちは偶然に自動車に追いついたところに怒鳴られた格好になった。これを青年たちは誤解し、全員下山してしまう。委員一行は徒歩で網張温泉まで移動、カゴは村長や助役が担ぎ上げたが、 夕食はお通夜同然であった。この事件は戦争の混乱下剣道が、軍の大庁上は自動車が通れることになっていたことも原因の一つであった。この事件は、この地区の国立公園指定が遅れる原因ともなったと言われる。すべてのコースにおいて、スノーボード滑走可能12月中旬から3月下旬まで滑走可能。ありがとうございます。